よし。何が知りたいんだ。記録を残すには、記録の取り方、セーブを説明する。記録を取っておかないとどうなるかわかるか。そうだ、今までやったことはないに解する。停電はいつ起こるかわからないからな。それに長い戦いともなれば疲れもする。記録を取り適度に休むことも大切なことだ。で、記録を取るにはメモリーカードが必要だ。無論ここらの店では売っていない。その手の本物の店で手に入れること。今は説明だけだからなくてもいい。話だけ聞け。メモリーカードを本体にしっかり差し込む。右でも左でも好きな方にさせ。準備ができたらメニューを開く。そしてセーブを選ぶ。優しいね。ただし記録はいつでもできるわけではない。街の中ではできないことが多いな。セーブできる場所はセーブポイントと呼ばれて、それに触れたときメッセージが出る。セーブできる場所を見つけたらまずセーブだな。よくわからないこの、なんでこのチュートリオがあるかな。カードがうまく刺されていればスロットの字が白くなるはずだ。本体にも1と2が書いてある通り、左がスロット1、右がスロット2だ。どちらか選べ。そしてファイルを選んでセーブする。一つのメモリーカードに15ファイルまでだ。他のゲームファイルがあればそれ以下になる。ファイルは3つしか出ていないが、下にカーソルを動かせば現れる。ただしたくさんファイルを作ると遅くなる。ほどほどの数がいいだろうな。あと一つ、メモリーカードはとてもデリケートにできている。セーブやロードの途中で引っこ抜くなどの乱暴はやめろ。データが消えたりカードが壊れたりしても知らんぞ。また敵にやられて本体に8つ当たりするのもやめろ。そういう時は一度本体と頭を冷やすことを勧める。以上、セーブを忘れて泣くことにならないように。まあ現在オートセーブとかありますから別に失敗ない。でもフライデー13の金曜日のゲームで私のセーブデータ死んでしまった。最初から、現在のゲームも完璧じゃない。傷ついた味方を回復するには。でもそれはインディーゲームだから、この大きな本社の会社のことではない。知っているとは思うが、HP は生命力、MP は魔法の元となる力だ。戦闘で HP がなくなれば戦闘不能になり、MP がなくなれば魔法は使えなくなる。では、傷ついた味方を回復するにはどうする？方法は3つある。1つ目は町にある宿屋
宿道もあるかな。宿道宿や。ヒットバン寝れば HP MP 全回復だ。二つ目はアイテムを使う回復。三つ目は魔法を使う回復だが、魔法については知で説明する。ここではアイテムの使い方を教えよ。メニューでアイテムを選んでくれ。 HPを回復するにはポーションだ。ポーションの位置がわからない場合はセイトン。セイトンでアイテムを並べ替えられる。自分で好きなように並べ替える。後で自分の使いやすい順にするといい。フィールド、戦闘 戦闘時以外この種類ごとにする。名前、名前順、多い。個数が多い順、少ない。ついでに言っておくと、このキーアイテムは文字通り使うことはできないが問題を解く鍵となる。 大切なアイテムだ。参考にしてくれ。さて、使うを選んで、ポーションを選び、使いたい味方を選ぶ。すでに満タンの場合は使えないぞ。MPの回復はエーテルを使う。使い方はポーションの場合と同じ。 味方を選んで使えばいい。アイテムなの横の数字はコースを表す。当然使ったものはなくなってしまう。ポーションやイートルは敵が落とす場合もあるが、店で売っているので多めに買って ておくといい。それと忘れちゃいけないのが戦闘不能になった時、宿屋で休むかフェニックスの王を使えば復活するぞ。いいえ、創世魔法使う。以上、魔法を使った回復も参照するように。そうだな、魔法の方が一番だろ。フェニックスの王もいいかな。 魔法を使った回復。魔法はただだから、どうかな。お金のためアイテムを売った方がいいかな。ここでは魔法を使った回復を教えよう。メニューで魔法を選ぶ。回復の魔法が使える味方、つまり回復のマテリア を装備した味方を選ぶ。多分一番のミティアは、一番目回復、二番目創生。もしパーティーは全員回復と創生を持っているなら、私は大体無敵だ。大体無敵だと思う。なお、魔法のサブメニューの中では。あのソーセイ、もし あの全体のやつと創生使う。みんな復活。それはいいかな。まあ、L1ボタン R1 ボタンで味方をチェンジできる。L1、まあ、L1R1での味方チェンジは本当ほとんどのサブメニューの中で使える。覚えておくといい。ここでは
ここでは、マウス、やめて。よし。ここでは魔法マテリアをつけた時の魔法。召喚マテリアをつけた時呼び出せる召喚剣。敵の技をつけた時覚えた敵の技がわかる。魔法を選ぶと、使える魔法が表示されるので、もしケールが使えれば、ケールを選んだ後回復したい味方を選べばいい。宿屋で MP がすぐ回復できる場合なら、魔法での回復の方が得と言える。以上だ。11分長いこれまあまあ、でテキストだけじゃなくて、もっと楽しい、もっと楽しいです。武器、防具の使い方、まあテキストだけならかなり厳しい。でもちょっと画面動いているから動いているので、私我慢できるから。武器と防具の装備は戦闘の基本だ。今からやり方を教える。新しい武器や防具を見つけたり、店で買ったりしても、それだけではダメだ。メニューで装備を選ぶ。装備を変えたい味方を選ぶ。付け替えられるのは武器、防具、アクセサリーだ。体力が10アップ。アクセサリーは特別な効果を持つらしい。付けた、変えたいものを選べば、装備できるもののリストがここに出る。画面さの方には付け替えた時の効果が出る。確認ボタンで武器をチェンジだ。攻撃力、防御力が上がるのを確認しろ。特にマテリアアナンと成長率には要注意だ。連結穴があるものはそれだけ有利と言える。アクセサリーを外したいときは、指カーソルをアクセサリーに合わせ、三角ボタンを押せばいい。武器と防具は外してはいけない。というより外せない決まりだ。いつ戦闘になるかわからないからな。装備し終わったらマテリアも装着し直した方がいい。装備を変えた場合、自動的にマテリアメニューになる。今後新しい武器を手に入れればたくさんマテリアをつけられるだろう。以上。我慢。そうだな、小さい子供はこのこと我慢できないだろう。マテリアの装着か。装着、どっち。マテリアは人間の道の力を引き出す。あらめてミティアの使い方を説明しよう。まずメニューを開く。マテリアを選んでくれ。改めて
かな。次にマテリアをつけたい味方を選ぶんだ。ここで俺の武器に注目。それぞれの武器防御には穴が開いている。マテリアをはめたい穴を選ぶ。そして取り付けたいマテリアを選ぶ。そうだな、子供の頭も綺麗ですね。大人は穴をどっち、穴を選べ、はめる、何のイメージだろう。子供のイメージは綺麗ですね。汚い大人の頭、残念です。これは回復マテリアだ。取り付けた時の効果が知りたければ、チェックに視力、いや、指カーソルを合わせて、決定ボタン。これはバトルの時選べるコマンドと同じだ。カーソルを魔法に合わせて決定ボタン。使える魔法が増えているのがわかる。これで新しい魔法ケルが使えるようになった。マテリア装着は以上で終了。それほど難しくはないだろう。そうですね、我慢。マテリアを外したいときは穴にカーソルを合わせて三角ボタンが楽だ。一つだけ気をつけてほしいことがある。マテリアを装備すると自分の状態が変わる。強くなる部分だけかというと、逆に弱くなる部分もあるんだ。普通魔法マテリアをつければ魔力は強くなる。魔法が使えるようになるが、逆に力や体力は弱まる。画面左のこの辺りに画面差マテリアの影響の度合い、影響の度合いが出る。調子に乗って魔法マテリアをつけすぎないことだ。以上だ。続いてもっと高度な使い方を教えてやる。このチュートリオ長いよ。マテリアの高度な使い方。新しいミティアを見つけたら、まずメニューで確認。マテリアの中にはちょっと変わったものがある。全体化。これもその一つ。全体化のマテリアだ。これは単独で装着しても何も起こらない。ちょっと高度だが、この使い方を説明する。まあ分かっている。もう分かっている。俺の武器に注目。二つ穴があるが、よく見てみろ。穴と穴がつながれて、連結穴になっている。この連結穴に入れるのがポイントだ。そうだな、ティーファ持っている、あの四つのやつ。そうだな、あの、外さなきゃ、あのやつ、エリス、あのエリスにあげる。マテリア同士が影響し合い、強化される。これがつながった穴でないと効果は出ない。試しに全体化を一方の穴に、イカズチをもう一方の穴に入れる。
Igazuchi. Sanda o teki zentai ni kake rareru yō ni naru. Tadashi, ikkai no sento de no zentai ka kaisu wa kagirareru. Souda ne, ikkai dake da na. Hoku no kumiawase mo iroiro aru zo. Kaifuku to zentai ka de. Souda, keru ga mikata zentai ni kakerareru. Imi no nai kumiawase mo takusan aru ga na. Tatoeba, kaifuku to ikazuchi. Sanda to keru wa futsu ni tsukaeru ga. Materia doushi wa eikyō shi awanai. Zentai ka no yōna tokubetsu na materia wa nandemo shien materia toyu rashi ga. Materia no iro o mireba kubetsu dekiru. Hanashi wa kawaru ga materia wa sore jishin seichō suru. Ana o irekaetemo hoku no mikato ga tsukattemo materia jishin ga sento no tabi seichō suru. Level ga agareba yori kyōroku na mahō ga tsukaetari materia no kōka ga tsuyoku natari suru rashi. Sara ni materia ga master level ni natta toki kodomo o umu ka no yō ni wakarete fueru toyu. Materia ga fue sugite mochi kirenai toki wa uru ka suteru ka shita hou ga ii. Atarashi materia ga teni irerare naku naru kara na. Seiton o tsukau to benri da zo. Kono naka no seiton o arabeba shurui goto ni narabu. So, subete hazusu de souchaku shiteru materia o zenbu hazuseru. Suteru de iranai materia o hoshi ni kaisu. Otto, shimpai suru na. Muzu muza sute yashinai. Utta no hou ga ii kana, suteru yori. Sate, materia no seichō ni suite da ga, seichō suru gaiai wariai wa hamerareta buki, bōgu niyoru, 2倍 ni seichō suru mono mo areba, mattaku seichō shinai mono mo aru. Soubi no toki ni wa ki o tsukeru nda. Sore kara master level ni natta mono wa sore ijō seichō shinai shi fue mo shinai. Materia no kōka wa hotondo no bae buki bōgu dochira ni suketemo kawaranai ga kiita hanashi dewa zokuse to suika kōka wa buki to bōgu dochira ni suketa ka de kōka ga chigao rashi. Nandemo kono yōnin wa とちきとがたもないメテリアもあるとか、どの武器防具を使うか、どのミティアを組にするか、自分が最強と思う組み合わせを考えてくれ。俺が教えてやれるのはこんなところだ。あ、ひどいこれ。24分。ああ、見えない。ひどい。もう、4か。ああ、ちょっと休もうかな。そうだな、休んだ方がいいかな、24分。まあじゃあ、まあ、これ、残りは4だから多分残りの4、また20分かな。まあちょっと休みましょう。